こんにちは。こんにちは。赤沼慎太郎です。今回は財務コンサルタント養成講座の第15期生講義をですね、受講していただきました野上博明さんをお招きして対談をします。野上さん、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい、野上さんはですね、財務コンサルタント養成講座第15期生受けましたけども、はいはい、今日はちょっとその財務コンサルタント養成講座を受講した感想といいますかね、はい、をちょっとインタビューしたいなというふうに思いますので、はい、はい、まずじゃあ質問の一つ目なんですけども、はい、財務コンサルタント養成講座を受講しようと思ったきっかけは何でしょうか。はい、そうですね、うん、今勤務先でですね、はい、企業審査ですとか、うん、債権回収のお仕事をさせていただいてるんですけども、はい、その中でですね、うん、もう一歩踏み込んでですね、うん、何かこうサポートができないかなと思ってたんですね。で、まあ、それがコロナ始まる前だったんですけれども、うん、でそんなことを考えている折にですね、コロナが始まって、うん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 、で、まあ、取引先さんのですね、本当もう悲痛な声といいますか、はい、本当危機ですね。で、まあ、その中でも何も、まあ、お話聞いてもですね、うん、こう何も手助けといいますか、うん、支援が本当にできないのがすごい歯がゆくてですね、そんな時に日経新聞で行政書士の70周年の、はいはい、広告が載ってまして、こういう資格があるんだっていうのを思ってですね、ちょっとその資格取って、何かお役に立てることあるんじゃないかなと思って、チャレンジしまして、で2回目ですけども、で無事受かりましてですね、うんうん、で受かった後ですね、いろいろ行政書士さんのことを調べるといいますか、興味を持ってですね、でこの本に、はいはい、ありがとうございます、出会いまして、でこの中にですね、赤沼先生の、うん、企業支援の記事があってですね、でこれ私もともとリース会社にもいましたし、金融のこともあってですね、で、こういう今実際やってる仕事は債権回収とか企業審査なので、で、この赤沼先生のこの活動を私もちょっとやれないかなと思ってですね、で、いろいろ先生のことを調べてますと、その財務コンサルと養成講座っていうのがあってですね、あ、これはちょっとこうチャレンジしてみようということで受講を決意して、はい、させていただき受講させていただきました。なるほど、はい、ちょっとありがとうございます。そうですよね、野上さんのお仕事ってお客様がね、旅行代理店のお客様ですかね。そうですね、旅行業、はい、だからやっぱりコロナ思いっきり影響を受けた業界の一つだと思いますから、はい、 そうですね、そういったお客様が目の前に、ね、いらっしゃったら何とかしたいっていう気持ちが終わりだったんでしょうね、はい、うん、そうですね、その中でこう財務コンサルティングにご関心を持ったと、はい、それ以前に行政書士にまず関心を持って、はい、資格をトライして、はい、見事受かって、はい、でこの本に出会ったと。そうですね、本当なんでしょう、全くなんて言いますか、そうですね、なんか不思議な感じですけれど、実は今回の第15期生の方々の中にこの本を読んでくれて、はい、私を知ったっていう方が何人か出して、はい、このインタビュー動画撮った、はいはい、宮崎さんと佐藤さんもこの本がきっかけだったって話だったから、この本書いてよかったと思ってるんですけど、これ企画してくれたのは一番大きく字が出てる大野さんなんですけども、もうちょっと大野さんに感謝ですと言っておきます。なるほど、ありがとうございます。では質問の2つ目ですけども、はい、受講前に不安や心配はありましたか。そうですね、不安や心配って言ったらちょっと大げさ なので、そこまではなかったんですけども、うん、ただ自分にフィットするかなっていうところで、分かりやすい講義かなとか、役に立つ講義内容かなっていうのがあって、いろいろ確認といいますか、したいなと思ったらですね、プレイセミナーですよね、うん、概要説明会というのがありましたので、そこでお話聞いて、何ですか、もう非常にこれはいろいろなスキルが身につけられて、
実践って言いますか、あの本当に私自身のこれからの実務に生かせるんじゃないかというのを思いましたので、まあ、それであの、はい、まあ、受講を決めたんですけれども、はい、なのでまあそうですね、不安や心配はあのこのプレセミナーであのもう全然あこれ大丈夫だっていう感じでした、はいはい、ありがとうございます、はい、じゃあその質問の3つ目なんですけども、はい、まあ、そういった心配、まあ、そんなに言うほど心配なかったし、まあ、プレセミナーを受けて、うん、まあ、だいたい解消されたかなってお話でしたけども、はい、まあ、実際に受講されてみてどうでしたか、はい、まあ、私通信で、うん、受講をしたんですけども、ね、まあ、あの私は性格的に通信の方があのマイペースでできていいので、選んだんですけども、あのまずですね、ライブ受講生の皆さんと赤沼先生 の, あ の, その、まあ、やり取りもそうですけども、まあ、あの赤沼先生 の, その実践的なあの実務のお話だったりとか本当すごい楽しくて、あの、まあ、一人部屋で、受講してたんですけども、あの結構大声で笑ったあの本当楽しかったので、まあ、1回あたりあの時間はあの結構あるんですけど、まあ、あの本当にあっという間に終わるというか、あのそんな感じでしたね、はい、で、あと、まあ、いろいろ各回に出てくるその自分の仕事へのヒントというかですね、あ、これはこの情報はちょっとみんなに共有してみようとか、あのちょっとこれはちょっと調べて自分 の, そのツールにちょっと反映させてみようとかですね、あの本当すぐフィードバックできたのですごい良かったです、はい、ありがとうございます、はい、野上さんなんて元ね、リース会社勤務だとか、今でもその企業審査なんかされてるというところで、まあ、そういった意味では結構財務面のね、お仕事に携わっている立場で抜けてもらって、それでもこう役立つって言ってもらったのはすごく嬉しいですね、うん、あのなんかこうね、これから初めて学ぶ人にとって役立つのはもちろんだと思うんですけど、 ある程度こうしっかりとあの実務力がある方が受講していただいても役立つっていうのは、あの私としてはすごくね嬉しいというか、ありがたいなというふうに思いますね。まあ、でも通信でね、はい、受けてるって、でも結構通信で受けた方々も、うん、まあ、そういった臨場感とか、うん、あのは感じていただけてる方が結構多いのは嬉しいなと思っていて、うん、でどうしてもやっぱりね、こう直接の関わりがないから、はい、ちょっとこう傍観しちゃうところもあるのかなと思った時とかあったんですけど、うんうんうん、そういうことはなかったってことですね。そうですね、うん、はい、よかったです、嬉しいです、はい、あの笑っていただけたっていうのもね嬉しいですね、まあ、たまにねこう笑いの場所もありますからね、そうですね、はい、まあ、4時間本当長いんでね真面目に講義したら本当辛いと思うんで、地獄のようだと思いますんでやっぱこういろんな小話とかもね入れながらそうですねやってましたけど、ね、まあ、お話もそうですし、あとねワークとかも、あ、そうですね、ワークもありますからね、はい、全然そこは良かったです、安心しました、はい、では質問の4つ目ですけども、はい、まあ、特にですねこの講義の中で、まあ、全6回、うんうん、もう1回で4時間半なんで結構な時間ですけども、はい、そんな中で特に印象に残っていること、もしくは良、まあ、かったなと思うことって何かありますか。そうですね、まあ、資金繰り改善っていうその大きなテーマがあるんですけれども、うん、まあ、私今までその予診管理業務というのはですね、その割とこうアウトサイドボクシングじゃないですけど、うん、こう外側なんですよね、うん、で、まあ、実際にその資金繰り改善っていう言葉を聞いて、まあ、あのおおよそのイメージはつくんですけれども、実際こう本当に現場行かれて顧問先さんと本当大変な苦労されて、資金繰り改善されてですね、単純に資金繰りだけ直すってことにつながらなくて、あ、まあ、あまりあのネタバレになっちゃうことあるんですけど本当にこう何でしょう、そこから始めるんだけども、そこから波及する、何でしょう、本当にもう顧問先元気にするというか、まあ、そういったお話聞けて、あの本当にね、あの私もそういう、まあ、将来、ね、できたらいいなと思いますけど本当に、はい、素晴らしかったと思います。で、あとですね、まあ、いろんなその分析のツールがあったんですけども、うん、まあ、今までこういろんな本とか見てきてですね、割とこう
まあ机上の空論というか、まあ、学者さんのこう分析手法だな、なんだろうなと思ってたんですけども、それがあの実際にあの現場で活用されているお話聞いて、うん、まあ、しかもその活用したことによってあのこういうふうなその状況が良くなったっていうお話聞いて、もう本当にびっくりしたというか。あのフレームワークの話ですね。そうですね、フレームワークですね。フレームワークってね、どうしてもね、ちょっとこう机上の空論的なところもね、感じるところもありますよね。そうですね。それが実際にこう使った事例の話の時の話で、本当びっくりしました。ありがとうございます。まあ、そういったところがちょっと印象に残っているってところですね。そうですね、はい、ありがとうございます。はい、では最後の質問というかあのお願いなんですけども、あのまあ、まあ、今回第15期生を受講していただきまして、はい、まあ、今度また秋にですね第16期生を予定しているんですけども、はい、まあ、それこれからこの財務コンサルタント養成講座の受講を考えている方なんかもいらっしゃると思うんですけども、うん、そういった方々にですね一言何か、はい、お願いいたします。ですね、本当にあの実践的なあのお話といいますか、あの、まあ、単純に知識だけではなくてですね、その、まあ、どうやっていくかっていうこのワークもあったりとかですね しますし、あのこれからあのこういったお仕事をやっていきたいとあの思われる方はですね、ぜひあのちょっとチャレンジしていただいて、まあ、学んでいただければなんかこうなんですか、新しい扉というか開けるんじゃないかなと思うので、私もまだ全然あのこの間勉強終わったばかりなんですけど、あの、ね、一緒に、切磋琢磨して頑張っていければなと思いますので、一緒に頑張ってほしいと思います、はい、ありがとうございます本当あの野上さんはね、あのすごく通信事項の中でもかなり私にもこうメッセージとかメールも携帯だとかして、こうかなり積極的に参加してくれてたっていう印象があって、あの通信なんだけど非常に近しい方だったという印象がすごくあったんですけど、まあ非常にうまくその通信事項を使われたなというふうに思っていて、また実際にこうやってね、こういう今も今日は対談してますし、あのつい先日はあのリースの話ですね、 YouTube の方でも出演いただきまして本当にありがとうございます。また引き続きですね、あの互いに切磋琢磨して、はい、高めていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、今回はあのインタビューありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。